はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。こんにちは、トクです。パープルの話していきたいと思います。はい、今回はまだね、ちょっといろいろ難しいなーってちょっと私もね完全理解していないんですけども、覚醒についてやっていきたいと思います。もうすでにですね、サイガこのキャラをですね、覚醒で合計覚醒レベル20まで上げている強者たちがですね、もうすでに何名かいるんですけども、覚醒ってしちゃうとなんかもうすごいんでしょ、トク。いや、クソかっこいいっすね。まずはかっこいい。このなんか後ろのキラーンもそうだけど、いつものね、イベキャラのなんていうの、アイコンみたいなところ見ても、もうすごいよね。めちゃくちゃかっこいいっすね。うん。で、まずちょっとまあ、サイガを例にしてあげるんだけども、何がどう変わんの？これ？要は SR と PSR で、このね、ものが違うんですよ。私も PSR、SR 両方とも手に入れてるんですけども、まあ、この PSR の練習効果アップが20、さらにつくという。これがつくと、サイガの PSR はもう化け物になるんでしょ？そうですね。特に50レベルです。さらに、合計覚醒レベル20までいくと、どんな強さになっちゃうの？なんか、ざっと解く、わかる？どんぐらい強くの？おお！なんか出てきた！もう多分振り袖と同じぐらい強いって言ったら多分一番わかりやすいですね。これはですね、左がサイガの50、右が振り袖の50ですか？のテーブルで、常に特にすごいところがなんか赤っぽくなってるけど、てかまずさ、サイガって初期評価やばいね。やばいっすね。もうこれ90は結構ほんとトップクラスじゃないですかね、イベキャラの中で。うん。しかも今の円卓高校においてはね、スペシャルタッグを起こすことによってのポイントっていうのは考えると凄まじいから、もう円卓高校ではもう必須キャラこれ。うん、まあ、とりあえず赤文字のところが変わったとこです、うん、タッグ 100%。 はい、スペシャルタッグですね、これは。うん、 100% っていうのはどういうことだ？さらに100乗っかるってこと？いや、違います。新しく100になったってことです。おおおお。ボーナスが今右側にスペシャルタッグボーナス 20% ってついてるじゃないですか。うんうん。サイガのこの、はいはいはい、これね。あ、それで100になったってこと、ね、それで100になった。おお、なるほど。そして筋力技術ボーナス、そこは変わらなく、最後の下練習効果 40% になる。いや、ちょっと待って待って、すごいね。もう化け物っすね。イベキャラ史上初じゃないですかね、練習効果40を。30は見たよ、単体で持つのは。だって30でもさ、すげえってなってるわけじゃん。はい。まあただその30ですごいのはやっぱり振り袖だからこそ感じる部分は、やっぱ右のこの振り袖、はい、テーブル見れば分かりますけど、やっぱり技術ボーナス、精神ボーナス持ちながら普通にタッグもまあ一応80あって、うん、練習効果 30% あってっていうのは強いっすよね。ちょっと私もですね、この才が早く試してみたいということで、もうなってる人のフレンド申請してたりお願いしてるっていう状況ですけども、どんな感じなんだろうね。まあでも振り袖と同じぐらい強いって言っていいキャラになってだって感じじゃないですかね。うんうん、特に最近やっぱり筋力ボーナスもあるもんね。稼ぐの大変っていうところもあるんで、うん、まあ、そういう意味でもサイガの方が使いやすい、うん、じゃないかなと思いますね。そっか。ちょっとサイガ50バケモンっす。あ、もう特でもそう感じる。バケモンっすね。ナンバーワンとはちょっとまだ言い切れないですけど、うん、やっぱり登場のその上限アップとかそういうのも含めたら、やっぱそれが一番って言っていいのかもしれないし、うん、ただまあ振り袖と同じぐらい、はい、破壊力の持った野手キャラが誕生するって感じじゃないですかね。まあ、今後ね、今まだ覚醒できるのは3キャラしか出てなくて、もう3キャラ発表されるじゃないですか、はい、そこでのこの潜在能力上がる、ここが何かっていうのも気になるよね。でやっぱりレベル20までにするにはそれなりにいろんな犠牲があるらしいんですよ、うん、まあ結構大変。まあ今後でね、覚醒の仕方とか説明しますけども、結構大変なんだけど、今後もこういうキャラだったりとか、このね練習効果いきなり20ついて40になっちゃうとか、もっと必須級のキャラとか出てくるんだろうね。どうなんすかね、うん、でもそれであればちょっともうついていけないですね。そうだよね、多分これが上限値じゃないですか、うん、逆にこっからちょっと落としていくというか、うんうんうん、なるほど。じゃあ最後の PSR を持っている人はまずは50に頑張ってすることとともに並行してこの覚醒レベルも上げてっていいってことね。はい、
だと思いますけど、いやこんなポン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 最強キャラがつか振袖キャラが出てきたら、振袖級のね、うんうん、キャラ出てきたら多分それこそユーザー離れていっちゃうと思うんで、うん、でもまあ一発目は破壊力半端ないですね。これすごいね。まあだしこっちだけじゃないですからね、暗黒スバルとスバル、はい、まあちょっと今回暗黒バージョンで見させていただきます、お見せさせていただきます。暗黒はスペシャルタッグの経験点の倍率アップ、そして一緒に練習すると獲得技術経験点アップ。はい、技術経験点アップで解く、これもまたぶっ壊れっすよね。10、虹谷がこれを見ると66、虹谷いるだけでもねだいぶ技術はかどるじゃないですか。うん、虹谷必ずしも虹谷じゃないんじゃないですか。もうそうだよね。はい、それこそ、うん、今名強がやっぱり投手一番強いじゃないですか。はい、それでいうと虹谷のテーブルって別にそんな強くないじゃないですか、うん、テーブルじゃないの譜面楽譜、うん、そんな強くないと思うんですよ。はい、でそれに対して暗黒スバルってやっぱり譜面強いですし、であと新しく出たアーサー君、うん、彼もまた譜面が強くてかつ球速骨も持ってる、譜面も強いんだアーサー、はい、なんでそれを考えるとより球速とスタミナも上げられるアーサーを入れることによって、で暗黒スバルを入れることによって技術もより稼げる、はい、っていう感じで見たら、てかもうこの覚醒でそのなんていうのイベキャラっていうかテンプレじゃないけど序列がまたいろいろ一気に変わったね。一気に変わりますね。っていうか組み合わせがまた幅が広がったって感じじゃないですかね。うんうんうん、だから別に順位付けはまた難しいと思うんですよ。いつもあの毎月のランキングとかでも喋ってますけど、ね、誰と誰の組み合わせとかね。そういう意味ではなんか順位付けはなんか僕にできるようなことじゃないですけど、ただ組み合わせがまたすごい広がった。はい、今まで虹谷が1位って言い切れてたのかな、僕は分かんないですけど、うんうん、っていうところがこうトントントンでいろいろ並んできたかなっていう感じっすね。うん、これさ例えばね SR でこの解放というか覚醒狙う人もいるわけじゃん。はい、あのスバルでやろうか暗黒スバルでやろうかって多分迷ってる人いると思うんだけど、特はどっちがいいと思う？ 100% 暗黒やっぱそうだよね。 100% っすね。コツいいしね。はい、あもう暗黒には変えられないです。もう伸びコツがいいのとやっぱり名強ベースで話しちゃうんですけど、楽譜ね、楽譜が強いんで、でもやっぱり投資キャラにサクセスに関しては新しく出た円卓、あんまりなのか分かんないですけど、うん、多分どっちかというと野手メインのここだと思うんですよね。はい、コツ取ってね、はい、うん、だとするとやっぱり名強が今一番強いと思うんで、それであれば暗黒は半端ないですよね。いやちょっと覚醒皆さんまだまだピンと来られていない方もいると思うんで、うん、まあ私もね、まだ自分のこのアカウントで、覚醒とかまだ何も手をつけてないんですよ。で、ここからどうやったら覚醒できるのかっていうところも、踏まえてですね、いろいろちょっと解説というか、まあ実際ここでね、ぴょこぴょこぴょこと押しながらね、試していきたいなと思います。いやー、ちょっとでも、夢があるというか、ちょっと頑張ってすぐには無理なんですけど、ちょっとここまで持っていきたいね。いや、持っていかないと多分、うん、もうトップランカーについていけないですよね。そういうことだよね。まあちょっとじゃあ一個一個説明していきますか。はい、あのせっちゃんについては割愛させていただきます初期評価、うん、そんなにねって感じなんで、今彼女キャラに関してもやっぱりそうだよね、募り案だよね当初は、はい、野手に関してももう いくつかあるんでね。はい、そうだよね。ここでなんかつけばね、上限値の ねまた変わったんでしょうけども、はい、まずイベキャラのところを押すと、このイベキャラ覚醒っていうコマンドが、追加されております。でイベキャラ覚醒、イベキャラ潜在強化、潜在強化アイテムの変換とあります。まずですね、覚醒するにおいて、どうやったら覚醒するか、うん、ここをね整理していきたいと思います。まず覚醒できるキャラっていうのが決まっております。SR および PSR のサイガ、セッチャン、そして暗黒スバル、スバルでございます。で、覚醒においてはですね、覚醒の鍵っていうものと、極意っていうものが必要になります、うん、で鍵は10個、そして極意っていうのはですね、それぞれ、これですね、投手、野手、そしてマネージャーによって変わってきます。これが必要になると。
で、鍵については、まだ情報が出てないんですけど、今後イベントとかね、キャンペーンで入手できるんじゃないかなって言われていて、極意に関してはショップで変換ができるそうです。これですね。はい。100個必要なのに、月に50しか変換できないんだね。そうですね。でもって結構高い、これっていうのもまたイベントとかで手に入れられるっていう感覚でいいのかな。それも一回今見ていただけますか。ちょっとカットも入れて、うん、累計の地区大会報酬リスト押してみましょう。押しました。これですね。あ、鍵もらえるね。はい、覚醒の鍵2、まあ、ここは累計で今回のね、うん、これから始まる芸春の累計でいただけるところなんで、うんうんうん、まあちょっと安心しつつありますよね。そうだね。でもこういうところで手に入れていくっていう感じだね。はい、うんうんうん、じゃあここで手に入るのはまあラッキーじゃないですか。なるほど。はい、結構難しいのはどのぐらい上がるのかっていうのも分かんないしね。そうですね、そこは、うん、はい、でまたどのぐらいアイテム必要なのかっていうのも分かんないし、成功失敗もあるんでしょ当然。そうですね。一回鍵使っちゃったらもう一回鍵手に入れなきゃいけないとか多分そういう系でしょ。はい、うわ結構大変じゃないこれ。なるほど、こうやって手に入れることができると。はい、うん、まあだからどっちかというとでもスタジアムイベントはそんなに来ないんで、うん、やっぱメダル交換がメインか。はい、ってことはちゃんとスタジアムもやらなきゃいけないっていうことですよ。ですね。じゃあこっからはやってってみる。はい、そうですね、うん、まずどうしたらいいの。キャラ選択、イベキャラ覚醒。俺に関してはこれを育てた方がいいんだよね、とりあえず。そうですね。でまず野手の極意っていうのを50必要です。いや100必要、100必要です。で今50持ってるから、じゃあ50交換しに行こう。そういうことですね。ショップでメダル交換所、野手の、これ買える、買えなくない、足んなくない、いけるのかいけるのかいけるのか、絶対いけないでしょう。いや10万なんでいきますよ。12万前は行く？これ俺に行かせる？動画のためです。行きます。はい。ありがとうございます。もう変えるの？覚醒してよちゃんと。買っちゃった。うわ。買っちゃった。投手の極意。いや大丈夫だよお前。そんなさ、そのびっくりさせないでよお前。いいよそういうのは。投手の極意じゃないよ。もっと早く言えよそれ。買いました。はい。戻ります。行くよ、とりあえず覚醒するよ、はい、覚醒する、覚醒、ドン、かっけー、うわーこんなになんの、かっけー、流れ星がすごいよ。これもう覚醒したんじゃないの。流れ星が消えるまでお願いしといてお願いします。今日の今日明日のガチャで、ガチャじゃねえかよ、ガチャのお願いかよ。モード君がそれお前の話じゃねえか、俺がお願いすんだよ。よー来た、ああ覚醒レベル2、おお、これで私の才賀は、あ、もう覚醒したからいないのね。ちょっと一回じゃあイベキャラ見てみますか。イベキャラボックス、才賀はですね、おお光ってる、ここおわ光ってる、わかりますかみんな、真ん中ヒャ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 ンってなってます。でこれだとまだ全然ダメなんですよ。じゃあ次に何するかっていうと、潜在強化っていうものがあるんですね、うん、要は今までねレベリングするじゃないですか、ゲドウ君壊したりで、今まで通りこのゲドウ君を壊したも強化しません、うん、潜在強化っていうのはまた違います。でここになんかピヨピヨがいるじゃないですか、銅のきらめき、銀のきらめき、金のきらめきを食べさせることによって、覚醒です。覚醒が潜在強化することになります。で今私が2なんだよね、レベルが。レベル5、この覚醒レベルが2なんだよ。ああこれを頑張って育ててて20にしましょうっていうことです。そういうことです。大変だ。大変だ。1回のレベルアップで2ずつ進んでいきます。うん、で、これっていうのはどうやって手に入れられるのっていうのがここですね。潜在強化アイテム変換、イベキャラ。あ、なるほどね。で、これがね、めちゃくちゃ、うん、面白いというか、はいはい、教えてください。格差を生み出してしまう
ネガティブ要素、無課金者の皆さんにはネガティブな要素なんですけど、うん、これまあ出てますね、イビキャラ R を10体犠牲にすることによって、もうこれ確率なんですよ。おう、もうじゃあ PSR1 体いっちゃおう。今出てるじゃないですか。で、1体ずつ適当に1回ポンポンポンってやってみる。はい。その前にじゃあちょっと待って、イベキャラで、この間にお話しすると、うん、R を10体やると、銅のきらめきがもう可能性ほとんど約 80% みたいな感じですね。おうおうおう。で、銀のきらめきが低い。で、金のきらめきに関してはもうほとんど絶対にならない。その言い方やめてくんねえか。ほとんど絶対にならないって。で、PSR を、うん、突っ込んだ時には、銀のきらめきが一番可能性高いんですよ。わかります？ちなみにですね、私、今、持ってきましたよ。たくさん、PSR を犠牲にしたからってね、1体犠牲にしたからってこうやると、あ、本当だ、パーセント出てきた。今ね、この3本末もう50なんですよ。あ、そうそう、この見方が分かりやすい。で、出現率割合、銀が 68.5% なんですよ。金だと 31.5%、 金だったらどのぐらいいくの、上にレベルどのくらいとかじゃなくて、こっからパーセント、うん、これもまたパーセントなんですよ。わかります？うん、上限解放の時と一緒っす。じゃあ PSR 犠牲にしたところでいかない可能性もあんの？そう、パーねえぞこれ。成功失敗判定あり、成功時のみ覚醒レベルが上昇で、銀、あ、銅のきらめき、銀のきらめき、金のきらめき、この今動画の画面で言うと左側から銅銀金なんですけど、だ PSR やったらもう銅は絶対ないんだ、銀以上なんだよ。そう、ただ銀でも可能性が 100% じゃないんですよ、その強化させたときに。ここはあくまで合成です。で、今回はまあひとまず R でいってみましょう。当時は取っとかないとダメだな。もったいないんで。え、なんで金いってみようよ。あ、PSR いってみようよ。え、なんでもったいなくないですか。なんでだ、だって俺もう50だよ、あれ。PSR ミキサーに回した方がいいですよ。そんな、だって今すぐあの災害使わないじゃないですか、カズさん。もう使わないな。借りるでしょ、フレンドに。借りる。だとしたら、まあ、これ動画用なんで、はい、犠牲にするのは R にしましょう。え、こいつとかこれ言ってみよう。いやいや、もったいないですよ。もったいない、お前優しいな今日。いや、優しいっていうか、いや、いつもはカズさんそんなん行かないんすか、男じゃないっすね。言ったこと一回も言ったことない。え、男じゃないっすねーとか、なんでそこ行かないんすかとか言ってるくせに、お前そういう動画受けするために人の前で言って R にするじゃん。いや、した方がいい、した方がいいっす、うん、いらない R 絶対いっぱいいると思うんで。じゃ、これ全員2345678910、じゃあ R 取ってくれる人。はい、なんでこれはもう普段からガチャ引きまくる人じゃないと、うんうん、ちょっとまた向こうに戻す、ちょっときついかな、この覚醒を進めていく、うん、まず覚醒させるのも大変だし、その強化をしていくのも大変。そういうことだよね。ちょっと恐ろしい。理解す、最初はやっぱりこのテーブルだけ、うん、今日の動画の流れじゃないですけど、テーブルだけ見た時にうわめっちゃ強えってなったんですけど、うん、いざじゃあその覚醒情報をしっかり見て理解した時に恐ろしいなと思いました。普通にはいかないです。だ、今さっき50で覚醒レベルマックスの人いましたけど、うん、多分相当犠牲にしてるね。半端でたまらない。スタジアムメダルをまず何枚かっていうとこからもう半端じゃないですね。うわ、まあやっていきましょう。交換します。 R10 体、ウノドストレスクワットのシンコシンコセイシエテオーチョヌエベディエス、カザナギやめてこっちにする。おいっす、これでいいっすか。はい、もう選択完了。 0.1% を引けるか。絶対無理って言ってたじゃないですか、うん、絶対無理っすもん、この 0.1%。 でもこれ多分どうだよね、絶対どう変換する。おお、銀です。これ要は普段のガチャで言ったらね、 SR10% 引いたんでしょみたいな感覚じゃないですか。やった。で、俺今銀ゲットしてるのね。はい、でこれをですね強化します。こいつです。
どういうこと？いや、それでそのまま潜在強化するお世話。じゃあまずこっちから行く。今2体2体いるってことでしょ、はい、そうっす。もらったやつっすね。報酬でこれは。今チャレンジでいくつかいただけたじゃないですか。うん。それですね。これも成功失敗あんのね。さようでございます。いきます。強化する潜在強化成功。まあ一発目は多分みんな成功するようにできてますよ。そんな子供みたいに喜ぶじゃないですか。うるせえってお前。コナミが大人の対応してきてるんですよ。動画受け狙ってんのかどっちなんだよ。当たり前です。今私が3になりました。これを20にすんのね。クソ大変じゃん。あー、もうしっかり出てますね。うん、金だともうほぼ金だったらほぼなんだね。もううん。で銀、じゃあこれもう一個いくよ。いいじゃん。潜在強化すんの。しないの。しない。うわーきつ。これがリアルです。すごい、ね、これがリアルですって考えたらやっぱあの、うん、もうマックスになってる人たちはこっちももういっちゃうよ。もう全部バーナイス。いきましょう。潜在強化すんの。しないの。せっこう。おお、もう6までいった。え、これもう一回いった方がいい。もうこっからの確率やばいよ。こっからさ確率やばい。多分最後こっちじゃないといかねえぞ。もうこれきついっすね。きつい。え、銅は一応押せるっすよね。今押せるけど 20% だよ。それ銀じゃないですか。銅はもうない。 2% 銅ではやるなってことですね。だって金でも 65% だよ。練習効果アップの方はどんな感じですか。やっぱ初1回目は、うん、ほとんど確実にいくんですね。そうだよ。両方ともこれ 10%10% ってことね。あ、レベル10レベル10ってことね。そうっす。聞いた。いやもうね、これあのフレンドさんにお借りするときはもうずっと正座でプレイするよね。これ半端ないですね。はい、皆さんね、これであのなんとなく覚醒のこと分かったと思います。これ今 PSR で試してるんですけども、 SR はまたねちょっとパーセントとか違う可能性もあります、はい、なのでちょっと詳しいことは今ここでは分からないんですけど、皆さんねぜひともチェックしてみてください。これどうしていくのがいいの。多分俺みたいなプレイヤーはもう PSR で多分挑戦した方がいいんだよね、きっと。そうですね、うん、まあ私カズさんみたいなプレイヤーの方たちは、うん、やっぱり今後もスタジアムちゃんとやろうっていうところじゃないですか。わかりました。はい。で、やっぱりストアメダルを大事にね。そうですね。していくことですよね。無課金、美課金は、ちょっときついね。やんなくていいんじゃないですか。とりあえず PSR を育てていく、普通にね。はい。で、その上で、多分貯めていった方がいいね。だと思います。で、これきっと、覚醒レベル20を何体も持つってことは結構しんどいと思うんですよ。うん、だからもう一点集中型だよね。そうですね、うん、今で言ったらまあ災害暗黒じゃないですかね。うん、せっちゃんもまあ、うん、じゃあこれもまた難しい問題。災害か暗黒スバルか両方持ってるっていう人はどっちなの。得だったらどっち。現時点では、うん、暗黒。おお。っていうのはやっぱり暗黒の方が恩恵的に。恩恵もまあそうなんですけど、唯一無二とかそういう意味で、敵のテンプレとしても戦いやすい、うん、おお、そういうことか。はい、もちろん今後サイガがもうドハマりする50でかつその覚醒レベルもマックスだった時に、うんうん、もうここは絶対サイガがナンバーワンキャラだっていう。例えば今回の円卓高校でその立ち位置サイガが取るのかもわからないですけど、はい、うん、その立ち位置的なものサイガにないじゃないですか今、うん、だとしたらまあそこやるよりは暗黒の方が明鏡で確実にね1個ランク上げられるんじゃないかなと思いますね。なるほど。まあちょっとこれいろいろ難しいですけど、はい、なんか1日経って結構サイガの覚醒レベル20まで持ってってる人結構いるんで、はい、みんな結構犠牲にしたんだろうなって思います。そうですね。まあでも一つそのお礼がみんなに言いたいのは、なんかうわ覚醒渋って言ってる声結構聞こえるんですよ。へ、渋いっていうのはいらないっていう声ですね、うんうんうん、
うわこれまた格差が生まれるじゃんっていう声あるんですけど、でもそんなことないと思うんですよね。格差もちろん出てきちゃうんですけど、うん、ただ普通に俺だったらユーザーとしてより楽しめるようになったなと思ってます、うん、やっぱり今までルシファーしか借りなかったとかっていうのが幅が広がったね、これから暗黒スバルでいいと思うんですよ、うん、とかそういうのでちょっといろいろ普通にフレンドワークから借りるキャラだったりっていうのが変わってきて、うん、俺は楽しめるっていう風に思ってます。全然ポジティブに、いい話だね。皆さんもなんか全然フレンドからルシファー固定みたいなのとかをちょっと一回考え直したらなんか全然デッキも変わるしね、はい、うん、そのやっぱりデッキが変わるってことはね、やっぱり楽しみ方が変わるしね。そうなんですよね、うん、やっぱエンタク来て楽しいって言ってるのと一緒だと思います。作るキャラ変わってくるからね。はい、わかりました。私はなんとかここまず50にしたい。そうっすね、いやここマジ最強なんで、うん、ねちょっと楽しみだね。もうぶっ壊れっす。頑張ってください。ました。まあ今回のね、この動画で、覚醒について結構皆さんね、理解してくれたんではないかと思います。今後の覚醒キャラにも注目していきたいと思います。はい、また動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。